皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は中学校第3学年の国語、和語、漢語、外来語の内容になります。三村図書63から64ページです。それでは始めましょう。この時間の目標は和語、漢語、外来語の成り立ちや特徴を理解し適切に使い分けようです。さて皆さん、次の文章には一体何種類の語が使われているのでしょうか。考えながら読みましょう。実際に読んでみます。サッカー部、親善試合に勝利。先週の日曜日、我が校のサッカー部は姉妹都市のオランダの中学校と親善試合を行った。試合が動いたのは後半が始まった直後、我が校のエースが放ったヘディングシュートだった。それが決勝点となりタイムアップ。両チームのイレブンは試合終了後、お互いの健闘を称え合い、笑顔でユニフォームを交換した。さて、どうですか？ひらがなで書き表された語、カタカナで書き表された語、漢字で書き表されていて、音で読む語、訓で読む語など、さまざまなものがありますね。では、これらを分類してみましょう。日本語の語彙を語の由来によって分類すると、次の4つの語種に分けることができます。まず、和語です。もともと日本で使われていた語を和語、大和言葉と言います。普通、ひらがなで書かれたり、漢字の訓読みで表されたりします。和語には、山、来る、大きいなど、基本的な語が多いです。助詞や、ほとんどの助動詞も和語です。親しみやすく、意味を捉えやすいので、日常会話でよく用いられます。例として、暮らし、言葉、侍、酔い、滝壺、桑畑、少し、もし、などの語があります。言葉、侍のように、漢字で書かれていても、和語である場合もあります。次に、漢語です。中国で作られて日本に入ってきた語と日本で作られた語があります。ひらがなで書かれていても音読みする語であれば漢語です。硬い語感を持つ傾向があります。抽象的な意味を表す語も多いです。社会制度や専門的な知識を表す語などニュースや新聞などでよく使われます。例として、生活、言語、訴訟、債権、年俸、破綻、隠蔽、進捗などの語があります。次に、外来語です。漢語以外で、外国語から日本語に取り入れられた語を外来語と言います。多くは明治期以降に欧米から取り入れられました。外国から入ってきたものの名前や学問の用語、新しい感覚などを表すのに使われます。新鮮さや軽快な印象を与える効果もあります。中にはジーパンのように日本で作られた語、和製英語もあります。普通、カタカナで書かれますが、
天ぷら、カッパなど外来語の意識が薄くなっているものはひらがなや漢字で書かれる場合があります。例としてライフ、ボタン、ピザ、イクラ、シンプル、バイオテクノロジー、ポジティブ、バリアフリー、メモなどの語があります。最後に今週語です。和語、漢語、外来語が組み合わさってできた語を今週語と言います。日本語は3種の語を組み合わせて新たな語を作る力、造語力が非常に高いです。これは他の言語にはなかなか見られない大きな日本語の特徴です。例として和語と漢語のついた花火大会、卸売業、和語と外来語のついたフルタイヤ、ミニサイド、外来語と漢語のついたレポート用紙、インスタント食品などがあります。一回ここでいいですか。ここでそれぞれの語の特徴について比べて考えてみましょう。和語である暮らし、漢語である生活、外来語であるライフ、和語である言葉、漢語である言語、どうでしょうか。似た意味の語でも他の種類の語に言い換えることで与える印象が変わりますね。また用法の違いについても整理しましょう。先ほどの例に出てきた言葉という和語と言語という漢語を比較してみます。世界のこの括弧の部分にそれぞれの言葉を入れてみます。世界の言葉、世界の言語、どちらも使うことができます。次に平界のこの括弧の部分にそれぞれの言葉を入れてみます。平界の言葉、平界の言語、どうでしょう。平界の言葉とは言いますが平界の言語とは言いませんね。このように対応する語でも用法に違いがあります。さてここまでそれぞれの語の特徴について学習してきました。では和語、漢語、外来語を使ってみましょう。教科書の64ページ和語、漢語、外来語を使いこなそうを読みましょう。ある事柄を和語、漢語、外来語で言い表せる場合には相手や場面に応じて適切な語を選びましょう。言い換える際には伝えたい内容をよく考えた上で語を選び、必要ならば説明を補足しましょう。普段目にする新聞記事や歌詞など身近な生活の中の和語、漢語、外来語に着目してみましょう。新聞記事や歌詞などについて和語、漢語、外来語の使われ方、内容と語種の関係や語感などについて考えましょう。その上で自分が表現するときにどのように活用すればよいか考えましょう。相手や場面、伝えたい内容に応じて和語、漢語、
外来語を適切に使い分けることが大切です。以上で授業を終わりにします。これからも相手や場面、内容に応じた和語、漢語、外来語の使い分けについて考えていきましょう。